皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日はファン待望のフレンドリーマッチ、バイゼクンムルテン対エガーソン。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。なるほど。撮影を行っています。そして本日のフォーメーションです。今日の主審は伊藤和樹さんです。さあ、サポーターの見守る中、前半戦スタートです。サイドをご紹介しましょう。右のエンドを守るのはエガーソン、対して左のエンドを守るのはバイゼ君。逃げます。縦へ、主審の笛が鳴りました。フリーキックです。そしてここはワトソン、あっと打ってきた。マーティン、いい反応を見せました。前に送る、センターへ。さあ、前半も時間が少し経ちました。アイゼン、この立ち上がりいかがですか。いや、足はいい感じですね。張り寄せました。フォワード、ピサ、左にさばいて縦に出す。レイスミス、左に出した。ゴール前フリーになった。入った。右足、バイゼ君、まずは先制ゴールを上げました。ピサうまく蹴り込んだ。大歓声が響き渡ります。いやー、いいシュートでしたね。うまくこう切れたんじゃないですかね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。中西さん、しかしこの先制弾いかがでしょうか。そうですね、このゴールがチームに活気を与えてくれるでしょう。これで勝つも取れて本来のパフォーマンスになると思いますよ。縦に送ります。中には味方がいない。シュートを跳ね返した。縦へのパス、左へ回す。縦に出した。主審ファウルを取ります。どうやら押してしまったようです。フリーキックになります。前半30分を回ろうというところ、ここは通りません。スタップ前方へ。順調に試合を運んでいるように見えますが、どうでしょう。あの、押してますよ。ただあんまりまだ流れ変わってませんよ。行かせてきた。ピンチを逃れました。さあ、バイゼ君、今日初めてのコーナーキックです。さあ、コーナーからの最初のセットプレー。さあ、シュート、いいディフェンスを見せました。そろそろ前半も40分を回るところ、強引に行きます。キルベイン、ドリブルで上がっていく。
もう残すところ1分を回っています。そこから中井、さあここでボールは彼に渡っている。クロスで来るか、狙って弾き返した。いい守りを見せました。絶好の位置でスローインを得ました。ボールを入れるのはバラク。ここでホイッスルが鳴りました。バイゼ君、先制して折り返しましたが、中西さん、はい、リードしてハーフタイムで入ったことで精神的に立てると思います。なるほど。そして前半終了時のスタッツです。バイゼ君、さあ後半の笛が鳴りました。バイゼ君、今のところ支配率で上回っています。ここはバラク、いやいいディフェンスでしたね。さあ一気に前線を送った。おりません。左へ出した、前に出した、あっと上です。ファールがありました。ここからのフリーキック、直接来た。ここは一段を逃れました。右にはたいた。ここからルッシュ、縦に出してフォワード中井、そしてバラク前、グランダーできた。おっと上です。不審を取ったようですね。時計は後半の15分を過ぎました。ルッシュうまく食い止めます。同点にしておきたかったんですけれども、はい、ですが次のチャンスをものにしていきましょう。ここはリザラズ、ロベルト・コバッチ、後半30分を回ろうというところ、スペースに出した。ディフェンスの裏へボールが抜ける。打った、まだボールは生きている。まだクリアしきれていない。クリアです。リターンを受けてレイスミス、まだ目が離せない。左から上がっていく。ここで笛です。この位置から蹴るのはレイスミス、決めてきた。中井、すごいシュートでした。ノリに乗っています。いやシュートの選手だと教えられないですからね。うまいですよ。状況に立たされています。はい、早く前線へボールで1点を返すしかないですね。激しいチェックに行きます。オープンスペースを使ってきた。ここはカットします。マーク、落ち着いた反応を見せました。これは危険なプレーです。つないでマカーイ、この試合1得点。ロスタイムも残り2分を切りそうです。そしてここはジョセフ・ヨボ、上が鳴りました。2対0、バイゼ君
素晴らしい勝利です。今日の試合を振り返っていかがでしたか。予想通りの展開でした。順当な勝利ですね。それではデータを振り返っていきましょう。バイゼ君、やはりシュート数でも上回った結果。